はい、ということで皆さんこんばんは、リーチョーです。今回ですね、新メンバークロちゃんの新スキンを考えよう、やっていきましょうか。この時を待っていた。そうだね、これ貼ってると思うんですけれども、クロちゃんこういうスキンじゃん、アマンガースのスキンなんだけど、まあ、ちょっとこうインパクトに欠けるんじゃないのかなって気がしたの。グソクムシが強すぎるのもあるかもしんないけど、確かにそれはあるかもしんないね。良くもなく悪くもなくみたいな感じやんっていうのもありましたので、まあ、今回はですね、こちら、カタログアバターつって、無料でお着替えができるので、こんな感じで、全部ほら、値段が出んの、ほら。現状売ってるアイテムの値段も全部表示されて、要は試着ができるマップなんですよ。今から動画班一人一人に、クロちゃんの新衣装っていうのを考えてきてもらって、その中で、まあ、一番インパクトの良かった、あ、これクロちゃん絶対人気が出るよ、みたいなやつを、新しいね、固定スキンにしていこうかなっていう風に考えています。なんだお前この顔は、お前。全員入り調になってるんよね。え、待ってこれ、まばたきしてるよみんな。え、今のスキンってまばたきすんの今。はい、ということもありますので、じゃあ皆さん今からクロちゃんの新スキン考えていきましょう。で、条件は500ロバックス以内。500ロバックス以内でちょっと考えてみてください。で、それを後で買ってあげます、クロちゃんに。っていう感じでやっていきたいかなと思いますんで、皆さんよかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ皆さんやっていきましょう。はい、ということでですね、皆さんに着替えてきてもらいました。まずはですね、クロちゃん。クロちゃんがもしも新しいスキンにするんだったらどういうのにしてるのかっていうのを見ていこうかなと思います。やっぱさ、俺ちょっとなんか違う気がすんの。ってほら、クロちゃんに全任せしちゃうと、こういうことになっちゃうんよ。動画班とかリリチョウの力によってやっぱテコ入れをするべきやと思うの。練り飴とか、これ違うけど、練り飴もこの段階で面白いじゃん、ほら。俺の前に一列で並んで。一番最初がいい人は一番最初に並んで。で、クロちゃんは、俺の横に。そうそうそう、俺の横で一緒に見ようか。はい、じゃあまず一人目、ワンタン、一歩前に。出てきてください。クロちゃんの新スキンってことなんだけど、どういう感じのですか？生き物にしました。はい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 。なるほどね。わかりましたわかりました。じゃあワンタンどうぞ。一人目。なるほどなるほど。わかったわかったわかった。なるほどね。なんか混ざってるけどね。途中まで進化してるやん。そうなんよ。お腹空いてて気がついたら。どうですかクロちゃん、これは言葉にできない、そんな感情が今脳内にある。もう脅すな、こら。お前このスキン選ぶよねみたいな、まあ、脅すんじゃねえよお前。おーなんかでもさ、おー、まあ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 、クロちゃんがこれになるってこと今後。じゃあ、はい、ということでこれ1個目ワンタンでした。ありがとうございます。じゃあ次行こうか。ホットドッグユートさんということで、どういう系にしました？今回はスキンを2つ作ってみました。2つとも可愛い系で攻めてみた。クロちゃんどう？可愛い系は。可愛い系大丈夫そう？大丈夫そう。オッケーオッケー。じゃあ、ユート1個目。ユートはね、結構ね、センスありますよ。いいよ、着替えて。1つ目は、リトルのような、ワニのような見た目。そして、ダイオウグソクムシのバッグがとてもいいです。はい。ゴリウキやないかい。可愛いですね。で、これ、バンされたゴリウキじゃん。メスに発情して、バンされたゴリウキじゃん。お前、背中にグソクムシ乗せるな。お前、いろいろ示唆しとんじゃねえか。お前、悪意しかねえだろ、おめえ。ダイオウグソクムシ、鈴カステラ、リーナーが動画班に入る前にですね、ディスコードかなんかで、うちのゴリウキが接触を図って、ね、グソクムシを怖がらせる結果になってしまったという感じでですね、バンされてます、彼は今。彼はもういません。だから、背中に、鈴カステラちゃんのお寿司をやってると。エイペックスやってますか？そうそうそう。そう、そう、まあ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 、いいでしょう。まあまあまあ。二つ目いきます。そうですね。こっからが本当です、皆さん。お帰りなさいませ、ご主人様。メイドさん？無理。いや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 。いやいや、でも、クロちゃん、いいんじゃない？でも。これで決まりじゃん。うん。なんか、クロちゃん、これいい気がする。なんか俺すげえこのスキンになんかシンパシーを感じる。クロちゃんのこのスキンに。はい、ということでこのスキンがまあ一応ね、クロちゃんの、まあ、新スキンということで、一応今日の動画は終わりにしましょうか。おめでとうね。終わりにしないでください。ポテイトさん。はい、僕ポテト。ポテト今回どういうやつ作ってくれました？上半身と下半身が別の生き物系です。なるほど、わかりましたわかりました。じゃあ着替えてもらいましょうか。どうぞ、ポテイトさん。このサソリさん、まさかの歩くと一緒に足も動く。ちょっと歩いてみて。はいはい、まあこれどうですかクロちゃん的には。ちょっと着やすさ的にどう？着心地的には悪くない？いいと思う。あ、クロちゃんこういう系が好きなんや。はい、ということでこれポテイトさんでした。ありがとう。じゃあ次行きましょうか、バンバン。はい、シラスニコニコということで、シラスはね、結構スキン選ぶセンスあるぞ。ちなみにリトルのスキンを選んだのはシラスだからね。はい、今回どういう系のスキンですかシラスさん。一言で言うと。生き物。好きだね、生き物ね。じゃあシラスさんどうぞ。
ちょっと待って、おい、なんだこれ、おい、オレンジスキャリードラゴンヘッダー、これドラゴンなんだ。ドラゴンに目ん玉が飛び出てるってこと？え、よくない？これ普通に可愛いんだけど。あとね、うん、え、まだあんの？あー、これね、これね、はい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 、これさっきあのシラスが適当に作ったやつね、このおっさん。あー、なんかしっくりきてるね、クロちゃん。めちゃめちゃしっくりしてない？なんかクロちゃん、じゃあクロちゃんネタしてって時にさ、そうかな、うん、あーって、そう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 、クロちゃんあの困った時はあーって言うだけでいい。もう口がパッカー開いとるから、そのそれがネタになるんよ。便利すぎるよね。困った時は、ネタが滑った時はあーなんて凍ったー、あー、これいいかもしんないね。はい、ということでこれしらすさんでした。副隊長のユウさん行きましょうか。恐ろしいということで、どういう系にしました？今回は。あの、ちなみにあの副隊長のユウさんこれ無料スキンだからね、全部。あの、全部無料で作ってるんで。可愛いなんですけど、うん。毎回なんで被るんすかね？え？被ってるんよ。めちゃめちゃ被ってるやんけ、お前。まさかの被りじゃねえか。でもほら。一応これ左がワンタンで、右がユウさんです。ユウの場合はちょっとゴリラでコンパクトになってるんだ。これゴリラいくらすんのこれ。ポイントは背中です。うん、これ、あれ、このひよこなんかシラスかなんかが背負ってたやつじゃなかったっけ？俺が背負ってるやつや。死ねえ。はい、これユウさんでした。はい、次、コマンダー X ということで、一家に一匹。動物系か。はい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 。ペットクロちゃん。はい。あー、はい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 。なんだっけこの頭のやつ。ポップキャットって言うんだっけ、まあ、有名な猫ちゃんのやつに、モーモーと牛さんね。にゃーか、もう縛り。クロちゃんのキャラをつけるっていう意味では悪くないのか。縛りはちょっと。あの、だから語尾にずっとモーとかにゃーがつくだけだよ。こんにちは、クロモー。やめてくれにゃーって。キャラとしては悪くないかもしんないね。はい、じゃあコマンダーさんありがとうございました。これ合計いくらですかこれ、ちなみに。200ぐらいで買えると。まあまあちょっとお手頃っちゃお手頃だね。ソーマさん行こうか、じゃあ。うん、なんかこの段階で面白いけどね。可愛い系にした。はい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 。じゃあクロちゃんの新しいスキン、見ていきましょうか。どうぞ。あー、ありきたりね。あり、まあ結構あるあるだね、これ。雪だるま黒ね。まあキャラとしては非常につけやすいね、これね。まあ確かにインパクトはあるよね。あの、ちなみにあの元マイクラ動画班のモアイさんのスキンですね、これ。やめよ。なんでだよ。なんでだよ。ダメなの？あの、元マイクラ動画班のモアイがつけてちゃダメなの？実質モアイと一緒にやってるみたいな感覚になっていいじゃん、ワンタン。ほら、マイクラ動画班解散してなかなか会えねえからさ、歌わなきゃいけない。ダメ。なんでだよ。なんでモアイが呪いみたいな感じになってんだよ。でもさ、これからさ、多分その冬とかになるわけや。冬とかになるから、まあ一応クロちゃんのイメージ的には悪くないのかもしんないよね。雪だるま黒みたいな。で、夏になったらなんか溶けそうですみたいな。早く冬が来ないかなみたいな感じのネタもできるから、まあキャラの入り方としてはいいかもしんないね。うちの視聴者からすると、あ、覚えやすいって感じになるかもしんない。はい、ということでですね、なおくん今回どういう系のスキン作ってくれたんですか？クロちゃんの。あー、可愛い系を作ってくれたのか、なおくん。はい、じゃあなおくん着替えてみてください。どうぞ。なんか頭なんかスパイしてそうじゃない？あー、でかいね。ケンタウロスか。ケンタウロス黒になるのか。ほら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 。でかくない？ほら。スキン自体も大きいわけやん。こう、もう行かなくて、行き過ぎ行き過ぎ行き過ぎ。戻れ。300ちょいぐらいで作れるんだ。じゃあ悪くないんじゃないかな。悪くないかもしんないね。はい、なおくんありがとうございました。はい、ネリリアメさんということで、ネリアメさん今回どういう系作ってくれたんですか？2つあるんすよ。はいはいはい、もちろん。いいですよ、いいですよ。一つちょっと値段超えちゃうんすけど、あ、いいよ、全然、全然いいよ。めちゃめちゃ小型やん、これ。3000ロバックス。あの、破産させる気俺を。何が3000すんの、これ。うん、めちゃめちゃスキン、エモートしてるけどさ。これなんかめっちゃ小型系のスキンまだいねえからさ。クロちゃんすげえ、まあ目立つ可能性もあるんやけどな。まあでも3000ロバだからさすがに厳しいですね、これは。そして、ネリアメさん、もう一個考えてくれてるみたいです。これ、ガチで通したい。あー、ガチのやつなんだ。いいよ。あー、ヌーブの頭だけ？確かさ、頭がないやつって非売品じゃなかったっけ？ハロウィンの時だけ、なんか何万ロバックスとかで販売されるとかじゃなかったっけ？これ、確か。非売品だ！ダメじゃねえか、じゃあ。はい、ということで、これ、ネリアメさんのやつダメですね。これ、作れないですね。はい、じゃあ次、テルキー。行きましょう。はい、ということでテルキさん今回どういう系のスキン作ってくれたんですか？クロちゃんに対して。クロちゃんを作った。
クロちゃんを作った？どういうこと？じゃあ見ていこうか、とりあえず。わわわわクロちゃんです、わわわわって。あー、そっちのクロちゃんか。芸人のクロちゃんね。あー、なるほどね。わかったわかった。なるほど、悪くないな。うわー、俺好きだなこういうの。いやー、悪くねーな、俺好きだなこれ。まあまあまあ、いいでしょいいでしょ。一応クロちゃんね、そっちのクロちゃんか。じゃあグソクムシいく。はい、ダイオウグソクムシ鈴カステラリーナーさんということで、美味しそうなのを作った。おお寿司系のやつかもしんないよ。もしかしたらほら、クロちゃんと兄弟みたいな感じになるかもしんない。おー、なるほどね。ダイオウグソクムシ鈴カステラリーナーさんと、ベーコンクロと。ペアとしては悪くないね。新メンバーペアみたいな感じで、ダイオウグソクムシとベーコンみたいな感じで、行くのは悪くないよね。そう、非常食枠は増えるのは悪くないかもしれへん。あ、顔もちゃんとほら、なんかベーコンついてるわ。待ってみんな。グソクムシがまた着替えたぞ。これ何？マグロ？マグログソクムシ？つけマグログソクムシ。あー、はいはい。あ、これもいいね。エビか。クロちゃん、エビ着替えてみて。あー、なるほど。で、鈴鹿ちゃん、元の月戻して。ほら、ダイオウグソクムシ、鈴鹿ステラ、リリナーと、エビのクロちゃん。あー、二人兄弟みたいな感じか。悪くないな。スシーズ、そう。スシーズみたいな持っていき方ありだよね。あ、タコもあんの？タコもあるんだ。お寿司シリーズありかもね。いいね、タコ。うわ、ありだな。これ普通にありかもしれん。でもちょっと顔かなんかもっとあれだね。サングラスとかかけて、よくするのはありかもしれへんね。じゃあ、ノット行こう、ノット。はい、ノットキュン、今回どういう系の作ってくれました？ゆうとちゃんとかぶった。あ、メイドね。メイドね。メイドのクロちゃんっていうことで。まあ一応かぶってはないよ、全然。うわ、サイコパスなメイドさんやな。メイドさんっていうのはすごくキャラとしては悪くはないよね。まあいいかもしんないね。ここから決めないといけないのか。そうだよ。こう全部から決めないといけないよ。はい。じゃあこれ、ノットキュンありがとうございました。これいくらですか、ちなみにこれ。380ロバックスらしい、これ。はい。ということで、じゃあノットありがとうございました。はい。じゃあ次、監督いきましょう。懐かしい？はい。まあいいや。とりあえず着替えてください、じゃあ。懐かしいか。失踪したアミちゃんじゃん。急にディスコードの連絡が取れなくなって、失踪しちゃったアミちゃんって子がいるんやけど、うん、なんでアミちゃんに着替えたんや。アミちゃん思い出させるんじゃねえよ、おめえ。あ、なるほどね。アミちゃんの血を継ぐものになるってこと？やめますも言わずに消えちゃったの。これゼロロバックスだよね、全部。全部ゼロロバックスだから、これロバックス払わないで切れるわ、一瞬で。でもちょっとキャラがつきづらい気もするんやけどな。まあまあいいや、監督ありがとうございました。ラストはやっぱり隊長のラドンさん見ていくか。自分が決めたのは結論。なるほど、クロちゃんの新スキンの答えを持ってきたんだよ。もうこれが答えみたいな感じらしいよ。動画班は面白い。つまり。まず、顔のパーツがワンタンで、横にキノッチがいて、あと、リトルのなんかほら、リトルの骨にキノッチが突き刺さってるよ。これ、グロくない？ねえ、キノッチ危なくない？これ、普通に突き刺さってるからね。で、足が多分これ、クロハ。テルキもいて、これ、アマツキの腕もあるのか。で、練り飴のアメちゃんもいて、ショボンのかき氷もあるんよ。うん、全部混ぜてる。で、ポテトの爆弾もあるみたいな。絶対オーバーしてるよね、これ。いくらすんの？これ、ラドン。合計いくら？ 500 ぐらい。ほんとか、お前。ほんとに言ってんのか、お前。もっとするやろ、絶対。さあ、この中から決めていかないといけないけど、これはありえないみたいなやつ選んでもらっていい？シラスさんとテルキさんのは、うん。ちょっと無理。でも、シラスのやつ良くない？普通に。あ、逆にこれはシラス、一応これもあるから。このおっさんはどう？おっさん。これ候補に入れる。あ、じゃあシラスは残っといていいわ。じゃあテルキは一回横に行こうじゃ。普通にラドンのなしじゃない？普通に。ちょっと待って、これ。ラドンのなしじゃない？だってこのままやとワンタンになるよ、これ。ラドンのそのワンタンの頭外したらどうなるのか気になるな。こっちまで走ってきて。あー、なるほど。こういう感じになるのか。なんかおかしいな、やっぱな。ほら。気持ち悪くない？これだって。ねえ、ホットドッグユートの上にさ、ポテトがいてさ、ほら、横からゼロがいるんだよ。で、頭にリトルいるんだよ。で、気持ち悪いでしょ、これ。なんか、化け物じゃん。これはなしでしょ。だから、ラドンのもなし、ちょっと。なし、なし。横に行ってじゃん。コマンダー、シラス、ポテト、ユート。シラスさんがいい？いや、別にだから、気に食わんかったら変えればいいだけやから、まあ、一旦これにしようねっていうやつで。あー、はい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 、これがいい。ちょっと待って、でもさ、いや、でも、クロちゃんがいいんだったらいいんじゃない？クロちゃんがいいって言うんだったら悪くなさそう。はい、じゃあ、ということなんで、じゃあ、一旦このスキンでいこうか。全部買ってあげます、これ。視聴者さん。僕の自腹です、これ。
僕の自腹で払ってあげるんで、あのクロちゃんは一切お金かかりません。まあもしもしばらくやってみて気に食わなかったら変えればいいじゃん。 また企画取ればいいからね、しれっとよろしくね。まあ一旦じゃあのメイドさんでしばらく撮影参加させようかなと思いますので、皆さん今後ともよろしくお願いします。まあ何でもいいけど僕の自腹なんで、あのクロちゃんには何の問題もありません。はい、ということなんで、まあしばらくこれでやるので皆さん今後とも応援よろしくね。じゃあ皆さん終わります。お疲れ様でした。